はい、山本も、こです、こんにちは、えー。皆さん、チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ということで、今、ウェブでちょうど騒ぎになっている、その、竹花隆さんのね、MUP ビジネスカレッジ、まあ、ね、非常にこう素晴らしいサービスをやっていたわけですけれども、なんか今、炎上中ということでですね、まあ、いっちらちゃら見てたわですよね。 そしたらこう、ね、あの元ライブドアで ZOZO、まあ、ダウンやられてたその田端慎太郎さんがです、ね、突撃をしていって YouTube でいろいろお話をされて、まあ、面白いなと思って見てたんですけどね、まあ、ど真ん中もやしすげえなと思っていたらやっぱりこう案の定こういろんなことが、ねえー、火がついてしまったというような感じですかね。でまあ、実際その釈明動画なんかも出ててです、ねまあ、言いたいことも分からんでもないあの竹穴さんの、ね、お,お話もお考えも分からんでもないんですけど、まあえー、まあ詐欺はいけないですよね。 であのちょっとお話としてまあ一番最初申し上げておくのは私知ってるんですよでああのまあ、美容チェーンがちょっとあってですねまあ、そこにこういろんなお話をです、ね、持ちかけてきたまあ A さんという方がいてですねまあ私のバッグには竹原さんというのがいてですねっていうご説明されて「はあそうですかと」とでまあ、何をやるかというとですねこう必ずその仲介役という人がいるんですよね。 俺のボスはすごくてって言ってくれる人がいてです、ねまあ、そういう人が何人か周りにいてです、ね、うちのボスが来ていろんなこう、ねえーまあ、ビジネスを一緒にやるとすごくうまくいきますよなんてったってうちのボスは、えー、2,000人の社員を擁するその企業グループの創生でございましてっていう話になってです、ね、財団も持っていてで地元にこう、ねえー、なんか錦の港を掲げてうんちゃらっていう話をとうとうとされて「はあそうですか」という話になると最終的にこうそのすごく、えーまあ、優れたビジネスマインドを持った若い人たちを たくさん呼んできますからみたいなそういう話になるわけですよね。でまあ正直まあ臭くせいわけですよ。で臭くさいんだけどあのまあそのねその今までいろんな経験我々もしてきているのでまあ、まあ、そういう人もいるんであのあ,あそうなんですねとじゃあまあまた今度あのタイミングがあったら合宿しましょうなんて話をしているとですねまあ合してたですね美容チェーンのですね女がねおいいじゃんああ,あの人すごいんじゃないみたいな話になるわけですよね。すごくねえよ。 でまあ、実際あの僕らもこうこういろんな話を聞いてこういろんな資料を取り寄せたいとか、まあ、周辺の事情とか聞いてみると、ねまあ、嘘そ発表なわけですよ。で、まあ、しょうがないわけですよね、まあ、そういうビジネスなんでね彼らもねだからそれはそ,のそれとして大臣ね見た上で、えーまあ、ちょっとね私どものやり方とはちょっと合わないようなので今までありがとうございましたいろいろお話を伺いできて高齢者ですとかって言って、まあ、さようならするわけなんですけどもやっぱこうねあの、まあ、自分の身の回りでもその竹山隆さんの言ってることにこう浸水しているその経営者の方ってまあ少なくなって ないわけですもう、ねまあ、片手に余るぐらいいるわけですよね。で一人一人話聞いてみると会ったことは別にないもしくはその、まあ、オンライン上で見たりとかあとなんかバリ島の自宅すげえなとか俺もそ,のそういうリタイアしたいなみたいな話をまあまあ純粋信じてるわけですよね。でいや信じんなよって思うんですけどもただその,あのまあそういうのって昔からねそのこうね筋時計した人がやってきて、ね、その部下の人たちは熱弁を振るわけですよでその本人はこうやったわけですよね。 えー、まあある意味そのまあふんぞり返って、えー、まあまあ下々の話はそのまあ現場で買ってやってると俺はもっと大きい夢を見てるんだと。 もっとそのすごいビジネスを俺やるんだみたいなことをまあおっしゃるような感じでこうそこにいたりとかするわけですよね。なのでまあ,まあよくも悪くもですねそういうその荒らし回り方をしていた人たちがですねどうもウェブは儲かるらしい。でさらにそのまあなんかでもグーグルのそのなんかよくわかんないそのまあねサービスを提供するにあたってまあこれ単純に言うとスパムなんですよね。でスパムの,その代理店やらないかみたいな話を持ちかけてきたケースが一回あってですねまあそれをまあ知ってたらやらないでしょ。そういうい ことが1回ああってですねまあ、それもその見た時その竹山隆貴樹さんのね MUP ビジネスカレッジっていうのは入っていたまたかというような感じは思ってたわけですよねなのでまあいわゆるそのベンチャー界隈でも比較的こうねお店をやってる人たちとかあんまりこうね ICT 知識のない人たちのビジネスマインドをその高めるようなね意識高い系の目的で、えー、まあ入ってくるような方だと僕らは思ってますとで当然こうねあのいきなりお金取られたわけでもないんですけどその周りにねこうその MUP ビジネスカレッジ入っちゃったって人もい いるので、まあ、そういう人はちょっとねさすがに問題なんだからその早く警察に相談しないよとかもしくはその、ね、まとまった金額を投資しないかみたいな話がその来るようだったらそれは先にね、えー、仲持ちで会談してちゃんと裏書きをしてからもう調べてからそのやるようにっていう話をまあ仲持ちにしたりとかですねまあ、自分の身の回りに関してはそれは当然ねあのまあそこちょっとあの言ってること全部が間違いとは言わないけどまあ、大概において怪しいからやめとけよって話をするわけですよね。で私もその 実際その自分の友人とかねあとその私がやってるそのまああのサロンがあるんですけどそこであの実際竹山隆さんとまあいろいろやろうと思ったことがあるんですみたいなことをこう言われるとですねいややめといたらいいですよみたいな話をするわけですよね。なのでまあ僕らがするとねそのまあ経歴がウンチャラっていうよりは、まあ、ある種そのまあ出資詐欺というようなそういうようなことをこうねこう仕掛けるようなグループに見える。 でそのやっぱり彼らがその前向きにこうやろうとしている話もですねもちろんその一,一面においては事実かもしれないけどただそのバックグラウンドになるその、ね、なんか何,十何千人いる企業グループでなんか何とか財団があって。 でそのシンガポールでうんちゃらで元グーグルでみたいな話もう嘘じゃんみたいな話になるんですよね嘘っていうかその別にそ,のそれそのものをですねじゃあそうですかって言って信じてこう前向きに取り組むかって,っていうと取り組まねえよみたいなねそれで、まあ、実際そのまあ我々のこう知り合いの方にこうわっと来てた話っていうのは全部知ってて。 でもその中身もある程度分かっているので、まあ、これそのままいったら絶対炎上するからあまあやらない方がいいよねみたいな話はまあするわけですよね。うん、なのでもちろんいろんな、ね、こう釈明もされてましたしそのまあ今までやってこられたことについては真摯に反省してみたいなこともまあ言われるのかもしれないですしあとそのグーグルの業務委託ってもこれちょっと、ね、僕らからすると裏の取りようがない話なんで本当かねってのあるんですけど、まあ、それはそれでまあ,ある程度信用したとしてもなんか弁護士の人がね LIM グループ LIM 社のその やっている話とその竹原隆之さんのやっていることは一定においてそのまあ,あまあ事実であるみた,みたいなことをこう書いてね意見書を出してきたんですよ。でまあそこらへからしてですね別に何の証拠もない弁護士の意見書を見てですねはいそうですかとはならないわけですよね。 でああのまあ、これ、こうねちらじみんなこれ本当に大丈夫かと思ってた案の定、ですいろんな人が突っ込み入れてるわけですよね。まあ、当然そそうなりますよねでその彼らのやってる会社の写真なんかもフリー素材から加工して持ってきたものがいっぱい出てたりとかですねまあいろんなところ暴かれていくとですねまあ普通に作ってんじゃんっていうねあの単純にメイキングしてね、えー、まあそのいわゆるその事業内容自体をこう持っていろんな人たちにア,ピアプローチかけるみたいな要は定番の話じゃないのって話になるわけですよね。でその 実際彼らがその具体的にその意識高い人たちを集めてサロンをやるぐらいまでだったらまだなんとかねあのあそうなんですねで、うん、済むんですけどそ,のそこでこういろんな膨らませ方をして。その まあお金をかき集めようって話になってくると、ちょっとお前さ、という話になるんだろうなと思うわけですよ。で、さらにこう、まあ、いろんなね、関係先からうまく手を使ってですね、まあ、対談企画を組んでですね、偉い政治家の人たちとその対談をするとですね、まるでその人は本当にこうね、偉大な関係者であるかのようなですね、まあ、作られ方もするので、これってやっぱりね、あの、ある程度のメソッドとして、やっぱ堀江貴文さんのやってるね、堀江文大学とあんまりやり方変わらないわけですよ。堀江貴文さん自身はタレントですから、 あの彼自身学識があるわけでも知識があるわけでもまとも勉強したわけでもないんだけれどもだけどもその彼の知名度とかねいろんな人たちに発信をする力があるからこそいろんな人たちが集まってくるわけですよねで集まってきた結果その堀江さんの影響力を使えばあの本が売れるに違いないとかもしくはその自分たちの考えを世の中に浸透するに違いないと思った偉い人が彼とまあ例えばその対談をしてですねまあ彼のことを祭り上げるわけですよねそうすると彼の信者に対してそのまあコメントやねえ自分の伝えたいことが伝わるというような仕組みでまあ ある意味そのまあご解的なエコシステムがよね。らこれはやっぱりあのまあ言い方悪いですけどその他の人の知識的な箔を使って自分の言ってることが正しいかのように見せかけるまあ,ある意味作りなわけじゃないですか作ってるわけですよね。でそこでこう,うまくこう人をかき集めて意識高い人たちだとかその堀江さんすげえだと言ってる人たちに対してある意味カルト宗教的な。 あのまあ何て言うかな人の作りグループを作ろうってそういうやり方をしてるわけですよまあ、ある意味その、まあ、マルチ商法だとか信仰宗教とあんまりやり方は変わらないわけですねでそれをさらに、まあ、中身をなくしたのが今回の竹俣さんの件だと僕は思うんですよね であの中身もさることながらその、まあ、やってるその、ねえーまあ、ビジネスの中身自体もほとんどがそのかから借用してきた、まあ、言い方としていいかどうかですパクリだろうというふうに僕らも思いますとでそのパクリであるものをですねもちろんその、ね、全ては全て自分のオリジナルでやりなさい全ては全て自分の考えたことでやりなさいっていこというつもりは全くないけれどもでもお前それってお前の言葉じゃないやんけとで別にお前それやってきたわけじゃないやんけとで実際それだけの成功したわけでもないやんけっていう,こう指差し確認をしていくとですね、まあ、だんだんこう、ね、話としてもこう ちょっっといいかがしいんじゃないのって更にその周りの取り巻きみたいなのがいるわけですよ。でこの取り巻きがまたちょっとまあ変わった人たちがいてですね、まあ、それは我々もよく知っているところなので一時、まあ、全部は申しませんけれども、まあ、言い方はいですけど、まあ、ある種の詐欺ですよね。 ある種のだからその詐欺的行為に関してはいかにこうね周りが,があのまあそのソフ持ってないと言ってもですね結果的にそのあなた方が,がやってることに関しては今までの実績もなければ何かやってきたわけでもないんだからあそうないものがあると言ってですね人を騙してお金をまきやる行為自体はその決して望ましくないでしょって話にやっぱなると思うんですよねなので例えばそれでその「いやこんなこと嫌」ってふざけるのは内容証明だ訴訟だっていうような話を仮にしたとしてもですねじゃあお前それ言ったんだそれ出してきてくださいよとあ。本当ああなたはハワイ州からねののそのまあ 業務委託でやってたんですか、出してくださいよっていう話をしてです、それで終わりです、話は。だってないんだもん。その足で、われわれも裏付けは取れないし、多分彼ら自身も、なが、裏付けは出せるようなものはないし。で、まして、そのバリ島にある自宅、あ、ホテルじゃんっていうね。 で、実際それをそのウェブ上でね、こう暴かれて、それに対する釈明をこれからするのかもしれないですけれども、まあそういったその作りやんなやと。で、まして仮にね、本当に金があって、そのいろんなところでね、あのきちんと物件を構えて投資やってるんだったら、その投資をやってる現場を見せてくれればそれいいわけですよ。別にそれをね、か何かこう無理やりこう、こうディスカバーしてやろうとかそういうつもりもないし、ましてはそれをそのバックグラウンドにして人を説得したりとかお金を巻き上げたりとかしなければですね、まあそれはそれでいいんじゃないのと思うわけですよね。なので、あの、ある程度の、 まあ,ある程度のですよ。ある程度の彼らのやってきたことに対して、本当に自負があるんだったら、それはそれで出してちょうだいよと。まあ、ここのメディアでこういうことやってきました。こういう仕事やってきました。こういう収益上げってきました。こういう人たちの係が本当にありました。まあ、それは出してくださいよと。で、それが出てくるんだったら、それはそれでよかったし、まあ、出てこないとそのまま詐欺的行為だろうって言われても、それは仕方がないはずですよ。それは評価ですかそういう。それで、まあ、実際お金を巻き上げようとした。もしくはお金を巻き上げられた。それによって、その、まあ、実態のないサービスを買わされたっていう人たちは、まあ、それは当然情報、商材詐�と言われるものになるわけですよね。 でその情報商材詐欺といわれるものは結構今ねきちんと追いかけるような世界にやっぱなってきてるので、まあ、そこは YouTube をね、えー、見てる人たちもそれ以外のウェブ上でね見てる人たちもですね、まあ、こういうものがあるんだっていうの分かった上で、えー、まあね、えー、よくも悪くも付つき合いをしていく方法はないんじゃないかと思うんですよね。 なのであのいろんな意見はあると思いますいや実は彼らにはそのまだこの辺は厚いハートがあるんだとかです、ね、言っていることが正しいんだとか意識高いんだとかいう気持ちはわかるけれどもじゃそれを裏付けしている彼らのじゃ具体的に何をねバックボーンしてどういうメディアでどういう活動をしてきてどれだけのこともどれだけの人たちと付き合いがあってと まあどういうことをやってきたのかっていうのをちゃんとね調べてきてくださいと。で調べるって言ったって別にその、ね、ウェブ上に転がってるものをちゃんと上から並べてるだけでいいと思うんですよ。でそれを見てなんかおかしいなと思ったらおかしいって言えばいいだけの話だし,しまあそれはそれで信じられるのは信じるっていう人もいてもいいんですけれどもただ現状で言うとやっぱさすがにねそのバリ島でなんちゃらとかそのシンガポールでなんちゃらとかそんな感じじゃないじゃん見てて。 なんかあのやっぱり真面目にこうね投資やってまあそれこそねアパート経営とかまあ普通にこうね頑張ってやってるとねあのまあ見えてくるものってあるわけですよまあそんな世の中うまくねえぞとでましてはそのねえまあ美容チェーンとかねえ真面目にこうあの店開いて人を雇って頑張ってやってる人たちに対してね失礼じゃないかと思うんですよねなのであのまあこういった事例をやっぱりこうまあひも解いていくとですねやっぱり YouTube であれ他のその媒体であるまあ我々もこうね YouTube 出させていただいてますけれども、やっぱりこう、えその人は何をしてる人なのか、で、どういう理由があって、そういうだけの、その、まあ、お客さん本当に集めてるのかってことをちゃんと見ていかないとダメなのかなと思うんですよ。それこそ、その池田隼人さん、僕も最初ね、あ、すげえな、あいつ20何万人もそのフォロワーいるんだと。まあ、それ、それだったら、まあ、自分もね、海外やってるような形で、まあ、YouTube 始めようかなと思って、それ実際僕は始めてるんです、この YouTube 自体をね。で、二目で見たら、あなんか、会員買ってるとか言われてる、なんだよ、みたいなね、買ってんのかよ、みたいな形になるとですね、まあ、確かにね、その最初 回数も大して多くないし、あのまあ、大したことも喋ってないから、まあ、そういった意味でいうと、まあね、そういうレベルに合わせてやってれば、それだけの人が集まるのかなというふうに思ってたんですけども、でもやっぱりユーザー買ってるって言われたら、まあ、それはね、どうなんだろうと思うんですよね。で、同じようなことは、多分今回の竹原孝樹さんの件でも出てくると思いますしあの、そういうことをもし本当にやるんだとしたら、それはね、えーまあ、要は、下駄を履いて、われわれはその30万人の,そのまあ会員を抱えてとか、まあ、1万円でね、 やってる、ね、月額会費で3万人海外定とか嘘じゃん本当かいみたいな話も含めてこう一回ねちゃんと精査しておくべきなんじゃないかなというふうに思いますよね。なので、えー、まあ最後にちょっとやっぱりこ,うこの辺りの話ってやっぱは反射チェックに関わってくるものだと思います。あの決してその、えー、まあ彼ら自身がねダイレクトに何かの,かあの関わり合があるというふうには思いませんけれども、まあ、これらの情報商材をねあれだけこう組織的にやってね である種いろんなところに本当にそのこなかけてもあってねいろんなところでこう影響力をしてるって見るとですねこれはまあ普通に考えて彼一人でやってるものじゃないよですよ。 まあ単純な話しね、まあそれだけの人だっていうふうに言われればそうなのかもしれないけど、でも実際ね、えー、自分が見聞きしてる中でいくと、まあ、彼自身がそのね具体的に喋ったわけじゃないんだから、の他の人たちがね勝手に思い込んだだけですっていう逃げ道を作りながらやってるわけですよで。それは確かに情報商材とかね、その辺を扱ってる人たちからすると定番のやり方なので、まあ、それをうまく踏襲してやってる以上はですね、まあさほどこう、ね、高いポジションでなんかやってるようにはまあ見えないわけですよね。なので、えーまあ、今回田畑さんがね、まあ、一番いいやりつけてる、まあ、それはそれでね、僕、すごいなと思うんですよ。あの まあまあ,あんならほっとけやと思いながらもですねみんなこうねなんていうのかこう目の前でもあの人すごいらしいよっていうふうに言う人いましたからねで実際そういうの浸水している経営者がいるっていう垂れ込みがあったりとかですね <laughs> なんかどんだけ人がいいんだよと思いながら見ててですね、まあ、ちょっと我々が海ま山んすぎてわけわかんないかもしれないですけどでもやっぱねあ,のやっぱあかんと思いますよだからそれはその、まあ、例えばこの番組やってねこのチャンネルでそのボロクソにまあ言ってますけどでそれでそのじゃあ本当にねこう3か月4か月経ってあの彼らの勢いが本当に残ってはそれは本物かもしれないけども多分ね、まあ、なかなか難しいんじゃないのと思いますよ。なのでよ、まあ、くも悪くもその、まあ、自分たちの信じたいその竹原隆さんっていうのは実際には存在しないんですけど じゃないかっていう可能性はおそらく高いだろうって話は。まあ、ぜひ知ってもらった上で、その情報商材詐欺についてもです、ね、皆さん広く知っておいていただければいいなと。いうふうに思います。うん、あ,あ、なんかね、こう。えー、まあ、そんなこと言うなよっていうか。あの、種明かしすんなよって言われるかもしれないけど。やっぱね、ああいうのって、ね、どっかでお金回収してるんですよ。 必ず,必ずお金を回収してるからああいう仕組みで成り立つしいろんなグループができてねあたかもそのビジネスをやっているかのような仕組みができるでさらにはそのまあ、ね、今回間に挟まっていたまあ4人ぐらいの人いますけれども、まあ、4人が4人ともあかんとは言いませんけれどもやっぱちょっとね、まあ、少し見ておけばですね普通に まあ、いろんなことを感じるる人でではあるですよね、うん、なのでそこは、まあ、皆さんもですねぜひその辺を見極められる眼力をつけることが今のこうインターネット上のリテラシーの一番大事な根幹のところなんじゃないかと思いますしやっぱりそのカルト宗教みたいな形になるオンラインビジネスみたいなものがですね、まあ、今回あの表参になることによってですねそれをやっている人たちに対しても少しは少しはうまくね、えー、あの成長が効くというかそのコントロールが効くようになるといいなというふうに思います。はいうん、まあね まあ、お金払っちゃった人は、まあ、高い授業料だったと思って諦めろと、もしくは本当に損害が我慢できないんだったら、森寄りの警察署へどうぞということで、ぜひよろしくお願いいたします。どううもありがとうございました